ロックマン行くぜ。パート7になるのかな、確か。7だったよね。なんかメールだったかな。ONB 世界本部秘密の会議場、オフィシャルネットバトラー会議の会議場についてお知らせします。ゴステルの妨害工作を避けるため、会議場は極秘になっております。ネットバトラーの皆さんは自らの手で、会議場を探してご出席くださいと。オフィシャルが無責任と言わないで、信じられるのは自分だけ。ロックマンエクゼというナビも来ます。私、ロックマンは、我がロックマンが、名指しで何か、指名されておりますね。とりあえず、中だと思うんですよね。この人らも届いたのかな？あら、お腹みたいね。私はもう見つけた。会議場への隠し通路。なんか関係あるのかな？女神像前ログインしたっけ？結局。お城の観光じゃないんだよね。まあ、怪しいのはここかなって思います。ああ、入れたこんなところに会場があるなんてね。ね。みんなの話をしてみよう。その前にちょっと女神像にプラグインしてみます。すいません。スプレート。オープンオーラッキー。実質4000円だからね。あ、ちょっとエンザク動画しようか。で、まあ、なんていうの？一応、こうやって動画撮ってるんですけど、まあ、改めて言うと、ものすっげえ鼻声になってんだよね。まあ、鼻詰まってるから仕方ないんですけど、こんなところで走らないでくれるか？俺まで同僚に見られる。格好つけちゃって。あれ？ラウルさんいるんじゃん。いや、君は昨日の、俺だ、ラウルだよ。俺はマイナーな民族を代表しているんだ。現実と電脳の両方に平等をもたらくことなくてはな。一応ね、キャラによってある程度声を、演じ分けようかなと頑張ってるんですけど、いつもの声とこの鼻詰まった時の声が全然違ってくるんだよね。でも、なんか前回となんかこいつ違う声当ててねってよく思われるかもしれない。いや、まあ思われないかもしれないけど、思われるかもしれないんですけど、もうそこはね、ごめんなさい。私はクリームランドの王女、プリンセスブライドと言います。クリームランド。なんかアンパンマン出てきそうだね。ジョー、かわいい。水色の瞳いいね。俺、金髪好きなんだよね。プリンセス、金髪いいね。遥か北にある我が国が目覚ましい発展を遂げたのはインターネットのおかげなのです。クリームランドのプリンセスね。ゴステルの陰謀から我が美しい国と国を守るため、私は戦っています。王女自ら戦ってんだ。俺はメロッパのジョンソン。自由と平和をこよなく愛する。ネットバトラーさ。よろしくな、お、よろしく。あ、こいつだね。通路を見つけたみたいね。私は南アメロッパ大陸からやってきたジェニファー。仲良くしましょう。うん、そろそろ会議が始まるみたいだよ。この人が指揮を取る人かな。世界を代表するネットバトラーの皆様、ようこそ。ただいまよりオフィシャルネットバトラー会議を開催します。それではまず、輝けるネットバトラーである皆様の紹介を私から。そんならもう自分たちでやっちゃったよ。それより早く本題に入ろうよ。盛りだくさん書いてる事件をほっぽり出してきたんだからさ。私もそう思います。ゴスペルに関する重大な情報。それを伝えるために私たちを呼び出したのでしょう。しかし、日本は何考えてんだ？こんなキッズを。しかも二人もよこすなんてな。こいつさっきまでなんかすごいいい感じだったのに。急になんか、罵倒してきたね。なんならそのキッズでやっと、今ここでネットバトルしてみるか。エンズ、煽るな、煽るな。それファンキーだ。カモンベビー。大人気ないぞ、ジョンソン。とにかく会議を先に進めよう。あ、はい。それでは、ゴスペルに関する重大な情報の内容について説明します。ゴスペルは恐ろしいことに、究極のナビを開発しています。あー、前はなんか、究極ウイルスだったよね。次はナビなんだね。それは、すべてにおいて完全なナビ。へぇー。そしてゴスペルはそれを使っていよいよ本格的に現実と電脳、両方の世界を征服しようとしているのです。すべてにおいて完全なナビって俺ロックマンのことだと思ってるんですけどね。究極のナビが完成させれば理論上それをディリートすることは不可能です。へぇー。
攻撃が当たらないとかそういう感じなのかな。我々は何としてでもその開発を阻止せねばなりません。そしてそのための重大な情報を本部では入手しました。と、になりますね。それでは前方のスクリーンをご覧ください。これがその情報。あれ？何も映りませんね。お、地震。みんな気をつけて。わあ、死やな。お、いた、逃げるんだ。ダメだ。もう遅い。あれ、こいつがもしかして犯人ですか？わあ、違うみたいだね。キャーわあくん、ネットくん、骸骨。ここはどこ？私は誰？記憶喪失かな。お城の地下の部屋かな。僕たち結構落ちてきたみたい。大丈夫？動ける？あ、じゃ、すりむいたみたいだけど、でも平気。お、メールかな？なんだろう。皆さん、ご無事ですか？本部からの連絡によりますと、今回の会議、すでにゴスペルにバレていて、で、ダメじゃん。バレてたんじゃん、ダメじゃん。ゴスペルにバレないようになんか秘密、対策して、みたいなこと言ってたのに、バレてんじゃん。そしてゴスペルはネットバトルを送り込み、会議を妨害したのです。ラウルか、ブルースか、王女か、ジョンソンか、ネットってことだよね。ネットが一番怪しい気がするな、俺。残念ながら究極ナビの開発を阻止するためのデータを盗まれてしまいました。さらにゴスペルのネットバトラーはお城の侵入者撃退システムにハッキングし、お城のトラップを起動させました。やばいね。そうです。そいつは皆さんの命を狙っているのです。ビン、ドス、ああ、ガーなんか矢で撃たれた感じかな。ああ、大丈夫か、しっかりしろよ。名前知らないけど。聞いたか、聞いた。とんでもないことになったね。ああ、この人の名前なんだっけ。今の人もきっと、とにかく孤立するのは危険だ。何かあったらすぐに連絡を取り合うように しよう。いいな。そうですね。そうすれば、ゴスペルのネットバッターの居場所も早く突き止められるはずです。たく、こんな薄暗いところにいつまでもいるのはごめんだね。ちょっとだ出世、俺がそいつを目暮してやれ。日本の少年たちも、それでいいな。へえ。わかりました。骸骨の上、またがないで、ネット君。この先多分危ないんだろうね。あれとか危ない。あっ、星のトラップが作動してるんだ。よくプラグインできるとこない。ここなんとかする。わっ、はい。一目でわかるのいいね。話してみよっか。ここオフィシャルセンターの世界本部では、いち早くネットワークシステムを作りました。なので、ここは他に比べるとちょっと古い。床にひびが入ったりするので、ウイルスと戦うときにはちょっと注意が必要です。なるほど。なんだ？歩いてるとお化けが出ることがありますから気をつけて。捕まったらダメ。だよ。話しかけるなんてとんでもない。お化けが出てくる。吸血鬼が出たよ。今にも HP を吸いそうだったよ。お化けや吸血鬼。あ、これ、つが？お化け？吸血鬼？あ、キャンデービル、エビデール。うん、ちょっと逃げます。止まり？やばい！あー、HP 吸い取られちゃった。100も！多くね？これは？クテカ夫妻、強さに出る近くには電脳鍵が必要なようだ。なるほど、お化けや吸血鬼に捕まらず、この鍵を拾っていけってことね。はいはいはい。で、戦前にゲットしました。まあ、今のところ特に何もなさそうだね。お、出ました、カーズ。カーズ、ブレッケだもんな。いや。走る強いけどね。はい。ここに来るまでに影のような姿のウイルスと出会いませんでしたが、影には実体がないから、大抵の攻撃はすり抜けてしまいます。でも、よっぽど鋭い攻撃とかなら、切り捨てることができるんです。あ、ソードとかそういう系だね。特にどうでいった？助かります。これ何？お墓？ゾンビに捕まってこのところに連れてこられちゃった。わーん。これは？お化けは前しか見てないんだ。タイミングを狙えば曲がり角ですり抜けたり、追い抜いたりできるよ。あ、来た。あれがゾンビか。
なるほど。キャンデービル。あ、回復いいね。回復するの助かります。あ、150。ゾンビ、ゾンビ、ゾンビと。先にちょっとこいつを、電脳鍵ゲット入手しました。逃げるか。めんどくさいもんな。はい、こっちにも電脳鍵があるんだけど、もうちょっと回って、危ねえ。はい、いい。おいちメモリー前の動画に、あー危ない危ない前の動画で言ったかどうか覚えてるんだけど、まあ、吸い込みとかね、買ったんだよね。なんでその、エアーマンが割と使いやすくなりました。すごい助かります。吸い込みで相手を吸い込んで、一番手前で、エアマンの攻撃に変えてるっていう。あ、この歯車を止めればいいんだね。はい。で、刺した。作動しなくなった。通算9ショルチャップラガードしようぜ。オッケー。いい感じだね。お、電話か。ジョンソン、だ。どうしたのよ。スーパン、トラップに、これ、だ。ジョンソンさん、助けに行く。今どこ？俺は、もう、ダメだ。このことに、先に。なんだ。ジョンソン！ぐわあ！そう！こういう一番最初にやられたやつが、なんか主犯格だったりするよね。おっと、扉が閉められて、なんだこれやばいぞ。炎上迫って、マジで？キャー、あ、プリンセス！お姫様、俺の大好きなお姫様。このトラップ、さっきジョンソンがやられたのと同じのものと思います。この扉。横の、横にあるスイッチにプラグインしたら開けれるんじゃない？これか。私のナイトマンは、さっきプログラムを解除した時にダメージを受けてしまったんです。え、ナイトマン使うんだ。ダメージ受けちゃったんだ。ネット僕なら大丈夫。早く僕を。そうだね。お姫様と一緒に話したよ。ナイトマンがこんなに傷つくなんて、私、ゴスペルを甘く見ていました。視界が。画面が揺れて視界がぶれる。さあ、ゾンビは頭が悪くて、脇道には入ってこないんだよ。逆に吸血鬼を賢くて結構追いかけてくるんだ。それともう一つ、お化けたちは扉を越えて追いかけてくることはないよ。なるほど。今回はじゃあゾンビと吸血鬼行こう。あーやばい。これ良くないぜ。良くないぜ、吸血鬼さん。はい、ハブタンクは、それでいっか。初手でね、こいつらくっついてんな。初手で、ドリームソードが揃うようになったんで、すごい助かります、今。こいつらが一緒に行動してくれるおけですごい助かる。動きやすい。オッケー。電脳鍵ゲット。入ってこないよね。入ってくるんだ。困るな。はい、電脳鍵使いました。と。盗賊が出たよ。お金取られちゃった。袋を持ったやつだったよ。お金？うわぁ、1900円しかねえや。やべ、1900円取られちゃう。盗賊は左に曲がるのが大好きなんだって。左は、お茶碗を持つ方だよ。俺ね、実は左利きなんで、右がお茶碗持つ方なんですよね。だから、盗賊が、どうなんだろうね。どう戻ってくるかによるけどね。戻ってくんのかな、本当に。あー、戻ってきた！900ゼリー取られちゃった。あー、盗賊、あ、なるほどね。盗まれたお金がこの中に入ってんだ。後でじゃあ回収できるんだ。それは助かるね。エアーマンとゲートマンで、ちょっとやってみよっか、カーズ戦。オッケー。まず、エアーマンで、カーズはこの状態だと1しかダメージ食らわねえから、これで、正面に立つことで、こいつが迫ってくるから、この状態で攻撃するっていうのを、
FF3 の時にね、やったことがあるんで、3しかやったことないんですよね、キャット。パーシールド1。パーシールド1かね、結構確かね、攻撃力高いはずなんだよね。130。うん。まあ、メットガードの強いバージョンみたいな感じですね。あ、簡単だった。はい、停止させましたと。オッケー。姫ちゃん。私もすぐに行きます。ただ、切り札のバトルチップを落としてしまったみたいなのです。あなたたちに迷惑かけられません。先に行ってください。さあ、早く。なんか怪しくない？なんか怪しくない？俺の予想、姫ちゃんが一番怪しくなってきた。もしもし、誰ですか？キャーン！プリンセスさんだ。なかなかやりますわ。でも、手続いてるといいね。ナイフマン、そう簡単には倒せませんわよ。あれ、プリンセスの近くにいないのか？プリンセスさん、まださっきのところにいるの？ロイヤルラッキングボール。気づいてないみたい。きっと電話のスイッチが偶然入っちゃったんだ。ロイヤルラッキングボールが効かない？これが、ゴスペルのナビの力？ナイフマン、危ない！ダメー！多分ね、姫ちゃん一番怪しいわ。ヘッドくん。ネットワークからナイトマンの反応が消えちゃった。あ、でも本当にナイトマンやられちゃったの？いや、そんなことないよね。くしょ、プリンセスさんが危ない。あーここん。まあ、こんなところで死ぬわけないもんね。ロックマン、さっきの部屋に戻ろう。しっかり。無駄だ。もう遅い。ライト君。もう遅い。リアの勝ちだ。残ったメンバーで一刻も早くゴスペルのネットバトルを探し出すんだ。俺以上被害者を出すわけにいかん。でも、くそ！戻れないんだね。戻れない時点に呆れねえんだ。はーい。次は誰かな？ラウルさんかな？あー、この子か。マリーだっけ？ネット。ね。あ、ジェニファーだ。すいません。ジェニファーさん。すごい傷だ。あたし、騙されてた。ホステルのネットバトラーは、あたしたちの中にいたのよ。まあ、そんな気がしてました。いらっしゃ。ジェニファーさん、しっかりするんだ。ジェニファーさんの近くにいた。なおかつ、誰だっけ。ジョンソンと同じ部屋で生き残ってた王女プリンセス、怪しいよね。私は、もう、行くのよ。さあ。はい、行きましょう。さあ、次は。なんだこれ、あっち！レッツ君、大丈夫。ちょっと火の粉が飛んだだけ。でもこの窓と、まずいな。脱出しなきゃ。奥の扉、スイッチがついてるよ。でもプラグ印象にも、こいつが近づけそうにないぜ。しょうがないところで死んじゃったら、もうみんなと、みんな。そうだ、メールだ。ほんとは、メールちゃんだよ。うん。アメロッパに来る前に、メールがくれたワイヤレスプラグ、あれを使おう。おー、役に立ったね、ほんとに。ピンポイントで役に立ってくるんだね、メイル。すごいな。パート1の最後でもね、なんか、ピンポイントであの床を作ってくれたりね、すっげえ地味な活躍してくるんだよね。ぜ。よし、うまくいったぞ。よく刺さったな。レッド君、プラグインだ。レッド君なんか左利きなのかな？一応セーブさせてください。はい。いいね。ちょっと離れた場所からでもプラグインできるのすごい助かる。もっと応用してくれねえかな、いろんな場所に。あっと、泥棒が来ちゃった。あ、サブチップ持ってる数が増えた。さあ、電脳鍵ゲットして、ふとした瞬間に心配になってきた。やばいやばいやばい、アップね。なんもなさそうだね。はい。あ、待って。オッケー。倒せるよーい。えい。アクアソード N。なんもないね。あっと、どうした？誰から連絡？うん、もしもし？ラウルさん！ね、か、すまん。やられちまった。あとは、頼む、ぞ。ラウルさん！ラウルさんは絶対仲間なんだよ。ラウルさんまで。ミツ君、おかしくない？え、何が？
だってみんなやられちゃったんだよ。残ってるのはネット君とエンザン君だけ。じゃあエンザンが犯人。いや、俺は一番ネットが怪しいと思ってました。ということは、俺たちの中に紛れ込んでるゴスペルのネットバトラーって。まさか、エンザンがゴスペルだなんて、いくらなんでも嘘だろ。だってそう思いたいけど。わかんねえ。とにかく、まずここから脱出しなきゃ。そうだね。あ、ここ墓はね。レギュラーアップ。これは特に何もないと。さあ、間違えた。やっちゃった。危ねえ。さあ、さあ、さあ、さあ。あ、やばい。来た。一応倒しとくか。いやー、めるるえらむらん。エアーマンのあの換気扇みたいなビジュアル。おっ、インジビスイスリー助かります。あぶれ。ああ嘘だー。こっち側はなんかある。おっと、あったあったあった。ついでにお金もあったぞ。待ちな。入ってくる？入ってこない。オッケーオッケー。あ、ゾンビー。体力吸われるのはいいんだけど、ゾンビーちょっときついな。来い。オッケー。ゾンビーあ、やべ、やっちゃった。ゾンビーやからだよ、完全に。ゾンビー完全にやからだよ。ゾンビ、あべー、来たー。ダークシャドウ、逃げよう。ゾンビが完全に、あー、オッケー、電脳鍵ゲット。ゾンビ完全にやから。こっち行き止まり、やばい。あー、でも大丈夫、大丈夫。お金を返してもらおう。待つんだ、待つんだ。はい、入ってくる。はい、で、来ない。オッケー、オッケー。さあ、ブチオンスイッチイン。ダークシャドウね。ダークシャドウもちゃんと倒し方あるんで、ちょっと見せます。放置してると来るんすよ。オッケー。オッケー、無事、トラップ制御停止させましたと。じゃあプラグアウトしましょうか。一応セーブさせてください。ああ、ちゃんと回収したんだね、偉いね。誰、ラウルさん、ラウルさん、あ、ラウルさん、これ、うん、まだ息がある、助かるよ。エンザン光、マスクとは思ったゴスペルのネットだったらやはりお前だった。エンザ、何言ってんだ。とぼけるというのか。だが、この状況が動かぬ証拠。違うよ、俺も今来たところ。お前もゴスペルじゃないのかよ。一体誰がラウルさんを、みんなをやったんだ。わけのわからない行動。とにかく、おっしゃる権限でお前を逮捕する。事情は後でゆっくり聞こう。だが、その前に、諸悪の根源、ロックマイク。いや、凶悪ウイルス、ロックマンをデリートさせてもらう。ブルースよ。ウイルスバスティングだ。あ、ここでようやくブルース戦なんだ。ごめんね、ブルース。あ、なんか、ごめんね、ブルース。ごめん、なんか、いきなり体力半分削っちゃってごめんね。当たればいいけど。どんな攻撃してくるお前。どんな攻撃してくるの。あー、なるほどね。いいよ。がまあそこそこいいダメージ入るね。あ、ごめんね、ブルース。なんかもうこれで終わっちゃうわ。ごめんね、ブルース。来いよ、来いよ。おーおーおおお、あー、やっちゃったー。やべ、また鼻が垂れてきた。来いよ、ブルース。うんうん、
やばい、鼻がめっちゃ垂れてきた。これはピンチです。今大ピンチです。吸い込みと、このコンボでいきますか。ちょっと待って、ちょっと一旦離します。あぶねえ。やったりましょう。吸い込み。なんで来ないのお前。オッケー、ウルスバスティング成功だぜ。ザマ見やがれブルトゥー。エンザ、ごめん。俺、ブルースを。弱いな。ん？俺の弱さが、ブルースをデリートさせてしまった。あ、本当にデリートしちゃったんだ。どんまい。お前を 100% 憎むことができていたなら。エンザン。ああ、ごめん。俺なんか、本当になんかウイルスバスティングやったぜとか言っちゃってごめん。悪人にかけられるナスケなど無用。エンザン、それは誤解だよ。ね、言うと、だ。ゴスペルは君たちのどちらでもない。本当の犯人はあいつだ。あいつはゴスペルにやられてなんかいなかった。俺たちは騙されていたんだ。しかし、私を信じてくれ。あいつはこの上に登る。ラウルさん、ほんと茶番だったよな。すまん、光。ざまえんざん。うん、俺だってお前のこと読まれたからね。売られた喧嘩を買うのが俺たちの信念だもんね。レッチ君、そうだ、ホステルのネットバトラー倒しに行かなくっちゃ。オーバーマークするね。ブルースなき今、ホステルを倒せるのはお前しかいない。頼んで。ああ、それはブルース死ぬの2回目だな。行きます。あ、で、あのね、すっげえどうでもいい話をするんですけど、トードマンをね、ずっとやってました。終わって、なんか、チップ集めでもしようかなと思ったんだけど、思ってやることなくって、ずっとトードマンやってました。トードマン強えとか言いながらずっとトードマンやってました。わざとその、ちょっと弱いチップ使って、トードマンに挑んで、うわ、なかなか勝てえなっていうのをね、勝てねえなっていうのを楽しんでました。やっぱ女王じゃん！プリンセスプライド！お前がゴスペルのネットバトラーだったのか。その通り。私はゴスペルの幹部。ボスの命令で皆様の中に紛れ込みましたの。そんな可愛い子がゴスペルの犯人だなんて。でも、オフィシャルネットバトラーも大したことありませんね。みんな簡単に騙されるんですもの。それにしても、あなたが来るんだろうね。どういうことだよ。一番弱そうとかそういう感じに来るのかな。私を倒しに来るのは、てっきりあの、エンザンって少年かと思ってたものだから。だとしたら、ちょっと厄介かなって思ってましたのよ。それで、あなたはどうやって私を倒そうっていうのかしら。こちらにいるか、さっきみたいに、もうすぐ抜けちゃいますわよ。同じ手は何度も食らわない。こっちにはワイヤレスプログラムがあるんだ。ワイヤレスプログラムがあるんだ。あそこなんだ。すごいね。よく届いたね。うん、それぐらいはやってもらえませんか。ナイトマンが待ちかねてますわよ。ロックマンだって。早くいらっしゃい。ロックマン行くぜ。うん。いや、床が抜ける前に、やらないといけないってことだね。これもあれかな、一番奥に、ナイトマン待ち構えてるパターンだよね。だよね。追っかけっこ楽しいんだけどね。しんどい。どっちかな。あー、来たん。待って。ロングソードエール。あ、来ちゃった。やばい。やばい。やばいぞ。いけー。あー、嘘だ、お前。すぐ。お前、それやねえよ。そう。オッケー。次はどっちかな？ゾンビだね、ゾンビ。ゾンビは基本的に直進してこなかったね。クローズ！クローズ来い！クローズ！おげい！おげい！おげい！払いたかった。鼻水終わったかなと思ったら次払いたくなった。風じゃねえのこれ。抜
ガサンといけんとかそういうパターンないよね。オッケー、これ電脳鍵。フルエネルギー電脳鍵一番最悪か。やばい。やっとっか。はいはい。こいつはね、エアマ刺さるんだよね、本当に。すっごい助かります。エアマン強い。ブレイク性能だから、なんか、砲丸とか多分使えるんだよね。やばい。左に曲がって、右？ん？やばい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 。来た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 。で、脳鍵ゲット。そうだね。ダッシュアタック、ゲートマン。これさ、もう HP 吸い込まれたら、死んじゃう？もしかして。1残るんだ。いいじゃん。もう吸血鬼怖くねえわ。やーめん。で、パパーンと。オーケー。当たったでしょう。いい感じじゃない？おっと、待つ。一応セーブしとこっか。フルエネルギーを使ってもいいかなと若干思ってたけどね。ナイトマン戦の前ぐらいに。これ今どのルート？こっち行ったら何かあったっけ？ああ、あっち側ね。オッケーオッケーオッケー。オッケーだけど、逃げます。HP300 あるな、強いな。あ、バストアップ来た。ラッキー。一旦ここでセーブしての、バストアップ。アタックはもうこれ以上上げれない。チャージ。ラッキー。チャージにするか。おっと、次のエリアに行きました。セーブはいいや。あっちから来たね。なるほど、ここに電脳の鍵があるから、こいつを探しに行けと。さあ、どう？やばいぞ。フルエネルギー。追っかけてきます、追っかけてきます。あ、やばい。しまった。危ねえ！あー、来る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 。速さ同じなんだ。今出てこないで。大事なところだから、今。もう、うさばらしにこいつら倒します。うさばらしには倒します。うさばらしいエアマン。えい。インビジ3。ああ、ひでえ。ひでえ。今の無理だよ。さすがに今のは無理だよ。ああ、囲まれた。さあ、電脳機ゲッデュー。どこだ？うわ、マジかよ。またかよ、お前。もうこれねえじゃん。あ、いいや。逆にここで諦めるっていう手を取るのもね、一理あると思ってください。あ、マジかよ。そうだったね。後ろから来るのもあったね。忘れてた。これは完全にどうかと思いますけど。ひぃ、マジかよ。俺の金どんどん半分ずつ削っていきやがる。ゾンビー、ゾンビー、お前はゾンビなんだよ。インビジ2の9ね。ダクシャドウ。こうだな。さあ、来いよ。えい。おい、影分身 R。ゾンビ、危ねえ。ゾンビ、ゾンビ。ゾンビ、あー、嘘だ、お前。いくら？ 6500。 あんまりだね。あー、行っちゃった。ナイトマンだな。
彼方恨みはないが、ここで消えてもらう。義務を守りするのが、俺が死の役。ああ、さすがナイトっぽいね。だからこんなこと、悪いことをしてもいいわけじゃない。ナイトは何をしているのです。ボスの言葉を忘れたの。オフィシャルを滅ぼすことが、我がクリームランドの民の幸せにつながるのです。おい、絶対騙されてんぞ。事情わかんないけど、こんなやり方で手に入る幸せなんてないよ。そうだよ、本当にみんなが喜ぶと思ってるの？姫、何をためらっているのです、ナイトマン。あなたは私の命令を聞いてればいいのです。姫が、毒親っぽくなってる。完全に毒親っぽくなってる。姫の命令は絶対、それが、忠実に心得ております。でもあなたは何かおかしいと感じている。違いますか？ロックマン改心させようとしてる。優しい。ロックマンとやら、アイリフだが、それがしは姫の言葉を疑うプログラムは持ち合わせてもらう。さすがナイト、忠実だね。そういう姫が間違っていようと思う。それがしは、ただ姫をお守りするの。それがナイトの道。かっこいい。いざ、参る。ちょっとさ、これ今 HP ねえんだよね。その点についてどうお考えですか？ほら、来いよ。ああ！は？やったるで。ひでえ。さあ、どうがいいかな。多分メッドガードは効かないんだよね。バリア、エリスチからのダッシュアタック決めるか。バリア、エリスチ、ダッシュアタック。あわい。奪ったところ一応ノーダメなんで、これ貫いていきます。はい、エアーメン、エアーマン。昼もこんな攻撃しくるんだけど、エアーメン。次ソードくれば確定。来ない。なんで来ねえんだよ。来る流れじゃん、完全にさ。来る流れだったじゃん。えい。あばい。オッケー。あ、来た。オッケー。一発食らったけど、まあ、誤差でしょう。ヒットリムソード、オッケー。ライトマン撃破。まあ、いいんじゃないかな。そんな、ライトマンが負けるなんて。ネット君、ラップのスイッチ切るね。めっちゃ腹、もう、腹詰まりなんて仕方ないです。これ許してください。これだけは、本当に。あ、頼む。オッケー。よし、これでもう大丈夫なはず。これ、姫様落ちるパターンじゃない？よくも、やってくれましたわね。いいですわ。ナイトマンなどいなくても、私一人でトラップを動かしてみせますわ。ああ。みんな滅びてしまうがいいのです。ネット君気をつけて。脱出しよう。あっ。キャー！プリンセス！プリンセス、転校。あなたたちの件でオフィシャル協会壊滅のピンチを防ぐことができました。俺が言います。それよりラウルさんは大丈夫なの？孫の病院でしょう。発見が早かったのが何よりでした。他の皆さんも助け出してます。あ、よかった。一応来てんだ。実は船の機械ですが、なんとか一命を取り留めたようです。プリンセスはやっぱり死んじゃった？彼女も助け出しています。優秀だね。ただ、怪我の回復を待って、オフィシャルの厳しい取り調べがあるでしょう。当分会うことはできないと思います。こんな話を聞いたことがある。インターネットが普及しだした頃、クリームランドはどの国よりも早くネットを発見させた。それが成功して、他の小さな国が一躍先進国の仲間入りをしたんだ。
しかしそれもつかの間、大きな国がそれを真似してネットを本格的に普及させる。クリームランドは邪魔な扱いを受け、再び衰退していった。この恨みがあったからプリンセスはゴスペルに入ったかもしれないな。そんなことがあったんだ。だからプリンセスが正しかったとは思わん。だがはっきりしているのは、俺たちが本当に憎むべきはおっしゃるネットマフィアゴスペルだということだ。ああ、ロックマンとブルースが力を合わせてゴスペルに立ち向かないだな。で、ごめん、俺ブルースを忘れてもらっても困るな。俺はお前とは根本的に違うんだ。ブルースの全てのプログラムは俺の頭の中に入っている。え、じゃあブルースは貴様に喜ばれる筋合いはない。それにはっきり言っておくが、俺はお前と協力するつもりもない。次に会う時は俺がブルースがロックマンを倒すんだ。じゃあな。鼻から声が抜けねえ。チェ、エンザのやつ。でも、ゴスペルなんて奴らだ。なんて奴らだ。ぶっ潰しやない。僕も絶対に負けない。やろうやつくん。ああ。ふぅ。今日で日本に帰るのか。いろんなことがありすぎてあっという間だったな。今度はゆっくり家族みんなで観光しに行きたいよね。そうだな。そうだね。俺でネット、飛行機の時間大丈夫なの？確か午前9時30分発の飛行機だったと思うけど、今は8時過ぎか、ちょうどいい時間だね。じゃ、空港に向かうか。うん。お、お金も1万貯まってんな。はい、ボーイ、アメロッパのお土産買っていかない？買ってくか。うん、まずはこいつだ。ピースイのブローチ。昔アメロッパのお姫様がつけたというお宝だぜ。通常価格10万ゼニーのところ、今回かけ1000ゼニーで大5奉仕だ。買う？うん、買うか。ピースイのブローチ、おかげ。Thank you, boy! 商品はまだあるから欲しかったら声をかけてよ。これ買っていこう。みんな、お子様がみんな欲しがる人気ローバー。アメロンガー X! これはなかなか手に入れない人気商品だぜ。これも5時角の1000ゼニーだ。お、買うか。アメロンガー Z! おかげ !Thank you, 太っ腹ボーイ。でも商品はもう一つあるんだ。よかったらまた声かけてよ。あ、買おうか。そして本日お届けする最後の商品はこちら。カエルティーリング。ん？違う、すいません。カエルじゃなかった。カルティーリング。彼女のプレゼントには最適だぜ。マジで？じゃあ、焼いてる罰そうかな。これも大盤振る舞いで、センズニーで。買うかい？買おっとこう？カルティーリング、お買い上げ。これで全ての商品が売り切れました。Thank you, thank you. 優しいじゃん。絶対騙されて。何に使うの？日本の人たちによろしくな。よろしく言っとくよ。もう日本に帰っちゃうの？あなた、割と好みなのに、残念で。俺も、よかったら日本に一緒に帰りません？夫人？ミリオナ夫人？あ、やべ、勝負できちゃった。今、チップダメなんだ、これ。今、俺、チップダメなやつなんだ。すいませんね。吸い込み聞いたっけ？バリア、吸い込み。ああ、ダメだね。オッケー。吸い込み効果ないってもうダメじゃん。あそこじゃねえや。いいのもあすか。オッケー。まずじゃあ、エリックからの、これでいいか。はい。エリッチ。カモンスネーク。で、ダッシュアタック、いっか。ダッシュアタック。ダッシュアタック。ダッシュアタック決めるか。
ダメ。来いよ。来いよ。何してんだよ。いいや。はい、決めよう。ラスト。ラスト決めよう。やべ、くしゃみ出る。待って、くしゃみ出る。危ない。元気だと言いたいところだが、我が部族では嘘はしない。まだ傷口は封じるが、勇者の来訪だ。ガンダーマンともに不意を尽くそう。入院、退院したんだね。V2、HP 高えな。攻撃はできるんだけど、エリスチが欲しいところだね。やばい、ダメしたのはないけど、やばい、もう HP カスカスじゃん。来た、エリスチからのこのコンボ。とりあえずエリスチ張れれば割と楽になるから。はい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 。あ、なんでふざけんな、ふざけんじゃねえ。やるぞ。2枚欲しいよね、こうなってくると。エディスティ。あ、そっか。でも、あ、邪魔を待って。邪魔なの？雲、邪魔なのよ。これつけての、こうだね。さあ、早速削りましょうか。HP1000 ってめっちゃ多いよね。サイだ。刺さるんだよな、これが。やばいやばいやばい。バリア。バリア貫通システムあんのか。吸い込み効いたっけ？邪魔、やっちゃった。あ、来た、やった。吸い込み刺さるじゃん、吸い込みめっちゃ刺さるじゃん、助かる。ガンダーマン、二度の敗北は一度の敗北よりもはるかに重い意味を持つ。いいこと言うね。俺ケロちゃんにめっちゃ負けたけどね。サンダーマン T なんだ。じゃあまあ、今回は、これで終わります。まあ、割と時間的にもちょうどいいかな。ちょっと長くなっちゃった気もしますけど、まあ、これで終了にします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね、早いところ、次も上げれるように頑張って。